やった、エイペックスで SLI が対応したぞ。なんかおかしくない。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。あれ、これって。はい、こちらは少し前に動画にしたもので、GTX980 で SLI を試したんですが、残念ながら FF14 ベンチマーク以外は SLI ができなかったって、いう動画だったんですよね。確かに SLI できてなかったわよね。で、この後いろいろいじった結果、なんと Apex でも SLI で動作することに成功しました。おお、一体どうやったの？そこら辺を今回は説明していこうかなと思います。もし Apex での SLI が参考になったと思ったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまず最初に今回使用する検証機についてのご紹介です。こちらは前回の動画同様に i7-8700に Z370 マザーボード、DDR4-3200MHz の 16GB 2枚。GPU は GTX980×2枚の構成となります。で、実際に SLI してるかどうかの確認ですが、MSI のアフターバーナーの設定で、SLI が有効の場合は、このように表示されるようにしました。SLI が有効じゃないとこのように表示がされないようになっています。つまりこれは Apex で SLI が動作してないってことね。ですです。ではどういう設定をすると SLI ができるようになるかやっていきましょう。ではまず SLI の設定をするために必要なものをダウンロードしていきます。まずは、NVIDIA Inspector をダウンロードしていきます。なんか外国サイトからのダウンロードになるんですが、まあ多分大丈夫でしょう。ダウンロードしたら解凍すると4つのファイルが出てくるのでインスペクターを起動させます。なんか難しそうね。で、起動すると、こんなのが出てきます。こちらで SLI の細かい設定ができるみたいです。で、上の方にあるプロファイルの中から対応ゲームのプロファイルを探します。ではこの中から Apex を探していきます。すごいよね。A の欄から探していきます。どこだ？あ、ありました。こちらを選択して、右上のチェックボタンを押して、プロファイルを書き換えます。これで書き換わったと思うので Apex をやってみましょう。はい、ということで。できてないじゃん。あれ？どうやらプロファイルが適用されてなかったみたいです。仕方がないので次の設定に挑戦してみたいと思います。シュララ。では今度は Apex の SLI のプロファイルを別からダウンロードして変更してみたいと思います。今回はこちらのサイトからダウンロードしてみたいと思います。ではダウンロードしたプロファイルを直接入れていきます。で、同じように書き換えていきます。では Apex を。ダメじゃん。直接入れても SLI が有効になりませんでした。では続いてやっていきます。次は先ほどのプロファイルからここに細かい設定をしてみたいと思います。ここに直接 0x08000f5 と入力します。続いては、アンチエイリアシングを設定していきます。末尾がモードオールというのを選択します。続いてテクスチャフィルタリングを変えていきます。こちらをオフにします。続いてその下に直接入力していきます。0x00000078 と入れていきます。さらにその下にも同じように入力していきます。0x00000078 と入れていきます。これでプロファイルを書き換えます。では Apex を起動させてみましょう。オープニング画面。せっかくなので起動時から見ていきたいと思います。果たして SLI はできたのかしら？お。SLI が無事対応しました。え、いやちょっと待って。なんか画面ちらついてない。なんか SLI に無理やり対応させたせいか画面がすごいちらついちゃうんですよね。ではせっかくなのでこのまま訓練場に行ってみましょう。ということで射撃訓練場に到着しました。SLI が有効になったおかげか、FPS が200以上出ていますね。いや、確かに FPS 出てるけど、絶対なんかおかしいって。せっかくなのでもう少し見てみましょう。はい、下まで降りてきました。え、柄がない。ちなみに通常時だとこんな感じに的に柄がついています。で、今回 SLI 有効後は、
柄がない。おそらく先ほどのテクスチャの部分の設定でこういう風な設定になったんだと思います。武器もこんなに質素になってしまいました。なんか別のゲームやってるみたいね。で、武器とかものよりも面白いものがあったので、せっかくなのでご紹介していきます。まずはいつもの爆撃シーン。爆弾も質素。この後の煙や爆炎に注目してください。四角。本来だと爆炎で丸くなる描写が全部カクカクになってました。他にも、こちらはマッドマギーというキャラなんですが、本来だと花火のように火花が出るんですが、見事に四角になってました。これは面白いわね。続いてはこちら、レイスというキャラクターのワープゾーンを作るシーンなんですが、何この黒いの。本来だとこういうゲートができるんですが、四角の門みたいになりました。せっかくなので入ってみましょう。反対側のゲートも同じですね。他にも面白いのがありました。こちらはライフラインのケアパッケージ。土煙が。何も入ってなさそう。一応ちゃんと入ってました。続いてホライゾンのブラックホール。ホールになってない。そして最後にワットソン。このフェンスは痛そうね。柱はしょぼいんですけどね。他にもいろんなキャラを使ったんですが、あまり面白いシーンがなかったのでキャラ紹介はここまで。では、次は実際にこの状態で戦場に行けるのか試してみたいと思います。シュララ。まずはキャラ選択画面を見てください。レイスさん。ありとあらゆるテクスチャが省かれてますね。上と下の絵が別人ね。ちなみに、みんな顔が怖いです。うわ。確かに怖い。では実際の戦闘シーンも見てみましょう。なんか本当別のゲームやってるみたいね。ただ SLI が有効になっているので、FPS は建物内でも200近く出てますね。まあテクスチャがないので滑らかな映像では決してありませんが。シールドも四角が守ってくれます。やったー、SLI のおかげでちゃんぽん取れました。いや絶対違うでしょ。はい、ということで、ちょっと無理やりではありましたが、APEX で SLI を有効化してみました。まあ確かに SLI は有効になってたけど。ということで本日はここまで。変な APEX で面白かったなって思った人は、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。